はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。ちょっとね、えー、金融界で怪しい動きがあるんで、えー、皆さんにね、こちらの方をお伝えしたいと思います、えー。何かの準備でしょうね。これね、私がいつも言っている、あのね、ドノルの方の開花に向けての準備かもしれません。えー、バンク・オブ・アメリカでございますね。バンク・オブ・アメリカ。はい。 えー、このね、銀行がですね、多量、多量のね、インサイダー取引をしておりまして、えー、買ってはいません。全部自社株を売っております。とんでもない金額でございますよ、ということです。はい、えー、まあ、金額はね、ちょっとすごいんで、 えー、まあ、日本円に直すとね、だいたい200億円ぐらいかなはい。えー、まあ、とんでもない自社株売ってます。はい。バンク・オブ・アメリカでございます。これ、ハルターナーさんの英語の記事ですね。えー、に、あの、今までの、その、まあ、最近もね、売っ払ったみたいなんですけど、自社株をね。 ええー、まあ,あ、大体、あの、グラフが出てまして、最近の、あの、バンコオブアメリカのね、自社株の取引ですね。これが、表になってまして、ええー、まあ、200億円ぐらいですね、日本円で言うと。そのぐらいが、売られていると。これ、どう考えてもおかしくないですかっていうことですねえ。つまり、わかってるんですよ。もう、どのルーがね。 えー、いわゆるね、法の開会するっていうことが多分分かってるんでしょうね。まあ,あ、考えれば想像つきますからね、大体ね。えー、私みたいなね、えー、なんていうの、門外藩でもね。はい、えーえー、まあ、専門分野じゃなくても、考えれば分かりますからね、これね。えー、どのル,ルーがね、もうすぐね、法の開会するっていうことね。 なので、この自社株を売るというこの行為。はい。いわゆるね、えー、まあ、クズになる前にね、えー、自分の銀行のね、株もクズになる前にね、えー、なるべく高値で売ってしまいましょうということなんじゃないかなって私は考えております。すごい動きですよ、これ。はい。すごい動きだと思います。 えー、これでもね、まだね、あの、どのルーがね、方の開会しなーいって楽観論を言ってる人がいますけど、えー、実際にはですね、はい、えー、バンクオブアメリカですね、バンクオブアメリカが自社株、すっごい勢いで売ってます。わかりますよね、この意味。これ来ますよ。 いつ来るんだかはわかりませんけど、まあね、何度も言っているように、8月後半に例のブリックスですね、ブリックス通貨。はい、えー、金本位、金本位制のね、あのブリックス通貨が発表されるということで、えー、これが発表されたらね、えー、どのルを使わない国がすっごい続出するでしょうから、まあ最初は、あの、一部分でしょうけどね、 えー、どん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 これ、あのー、加速して臨界点に達すると思います。そのりん臨界点に達するのがいつかっていうのはわからないんですけど、そうなったらもう日本円もダメでしょうね。はい。えー、どのルーもダメですし、日本円もダメです。はい、えー。ブリックスの国じゃないですからね。はい。ちなみに、ブリックスなんてね、あのー、金本位って言うけど、 えー、そんなね、金持ってんのみたいなこと言う方いらっしゃいますけど、あの、調べてみてください。びっくりするような、ああ、ことが出てきます。まあ、ロシアはねあ、まあ、言っちゃったか。ロシアは、まあ、あのー、置いといて、えー、C の国ですね。C の国、あのー、金の産出量、世界有数です。はい、自国で取れます、金がいっぱい。 わかりますよね。あと、まあ、あ、アフリカですね。アフリカなんかもね、金鉱山すごいいっぱいあるんで、えー、まあ、そんな金あるのっていう方、ちょっとね、あの、きちんと調べた方がいいと思います。はい、えー。意外となんですけど、私これ調べててびっくりしたんですけど、えー、C ですね。チャイーナですね。チャイーナはね、あのー、金の産出国です。 世界でも有数の。それでもって、自分、自国でも取れるし、プラス、世界中から金を買ってます。はい、えー。そういうことでございます。なのでね、あんまり楽観的にならない方がいいと思います。この件に関しては。はい。えー、なので、確実にやってくると思った方がいいと思います。このね、あの、ブリックスによるね、どのるの、とうたということでございます。はい。 これ確実にやってくると思います。じゃなければね、えー、バンクオブアメリカがね、自社株こんなに売りますかっていうことですね。はい。えー、何かの準備でしょう。そう思います。こちらの記事もね、貼っておきますので、皆さん見に行ってください。えー、準備だけはしといてください。すごいインフレきますんでね、まあ、その時になったらね。えー、まあ、は物がね、手に入らないうちに、 手に入らなくなる前に、はい。手に入らなくなる前に、とりあえず数年分のね、いろんなものを備蓄しておきましょう。よろしくお願いいたします。はい。まあ、それこそね、えー、日用品ですね。えー、単純な日用品から、はい。 えー、まあ、石鹸とかね、歯磨き、歯ブラシね、日用使うものですね。あとは、靴下とかね、下着とか、あとね、えー、まあ,あ洋服類ですね。そういったものもね、あの、数年分は備蓄しといた方がいいと思います。今後ね、手に入らなくなる可能性ありますからね。はい、まあそういうことでございます。 えー、こちらの記事も貼っておきますんで、皆さん見に行ってください。はい。バンクオブアメリカが自社株売りです。すごい、しかもすごい金額です。はい。えー、これの意味を考えてみましょうよということですね。それではまたごきげんよう。沖縄おばばです。